フランスは一世はブ、ブルターニュ公。ブルターニュ公ジャンゴー世と、フランス王シャルル六世の娘ジャンヌドフランスの、長男で、ピエール二世の二四百三十一年二月、百年戦争で争う、イングランドとフランスの間で同行が定まらない父を、つなぎ止めるため、フランスの有力者、ヨランド・ダラゴンが、父と交渉して、ブルターニュとフランス間では僕を結び、八月にヨランドと、 夫のアンジューコルイの娘でシャルル7世の王妃マリーダンジューやロレーヌ公、ルネの妹であるヨランドと結婚した。父の死により1442年に行位を継承、妻に先立たれていたため同年にイザベラ・スチュワートと再婚した。ブルターニュと国境を接するノルマンディのイングランド軍に反感を抱いていたため、 イングランドからの領土奪回を推進する、おじのリッシュモン大減帥を支援する一方、1445年に、新英派の弟ジルと対立して彼がイングランドへ、内通したため投獄した。1449年に、イングランド軍がフージェール・オ奪うウと反撃として、ノルマンディ遠征に乗り出すフランスに、全面協力、おじが指揮する、ノルマンディ征服作戦で援軍を率いて西部から、 ノルマンディの都市を占領した。千四百五十年、ジルジョメを願い出る叔父と対立して、兵の教室を止めたが、四月十五日のフォルミニーの戦いで、叔父の率いるフランス軍がイングランド軍に大勝利した後、一転して、叔父に協力、キカのブルターニュ軍を叔父へ委ねた後、七月十八日に三十六歳で死去した。フランスは一世の死後、行位は弟で、 ジルの兄ピエール2世、オジアルィュール3世、重帝で娘婿である、フランソワ2世へと継がれ、冒険継承が続いた。最初の日ヨランドとの間に一人息子を設けたが、溶接している。ヨランドと死別後の1442年、スコットランド王ジェームズ1世の次女で、ルイ11世の最初の日マーガレット・スチュアートの妹であるイザベラ・スチュアートと再婚した。 イザベラとの間に二条を設けている。ありがとうございます。